インチキパンクブーブーです。いい加減にしろバカバカね、言ってますけども、まあ僕もね結構バカでね、どれくらいバカなのかと言いますと、まあ、買ったものを捨てられずに部屋がねどんどん物で汚くなっちゃってるんですよね。なんでまあ手始めに、ね、何か捨てようと思いまして、羞恥心とプライドと倫理観をね捨てました。まあ、その結果ね、こんな動画をねいい年越えて YouTube に上げる人間に、ね、なってしまいました。いやいい加減にしろバカバカ、捨てるもん間違ってるだろバカバカね、まあ、言ってますけども、そんな感じでね、まあ、お便りをね読んでいこうかなと思います。インチキパンクブーブーさん、こんにちは。こんにちは。メールの出し方がわからなかったのでハガキで出しました。いやいい加減にしろバカバカ、普通メールの出し方わかってもハガキの出し方はわかんないって人の方が多いだろうバカバカ、いい加減にしろバカバカ、はい、というわけで、まあ、最後にね僕の特技をね見ていってくれればなと思います。まあ、僕の特技はね高速で耳を動かすというものがあるので、まあ、よかったら見てください。いい加減にしろバカバカ、いつまで見させられてんだよバカバカ、誰か止めてくれよバカバカ、ね、はい、というわけでね、まあこのインチキパンクブーブーにね、いやいい加減にしろバカバカって言ってほしいことがあればね、まあぜひコメント欄でね書いてくれればなと思います。いや誰が書くんだよバカバカ、いい加減にしろバカバカ、はい、終わりです。